萩生田さんはですね、裏金だけじゃなくてですね、今ですね、東京都で非常に大きな問題となっている神宮外苑の再開発、こちらの方ですね、萩生田さんは、裏で進めていた人物でもあります。こうしたですね、非常に、悪いことを行う政治家はですね、絶対に、落とさなければなりません。ぜひ八王子の皆さん、萩生田さんを落とすために、27日投票に行きましょう。